次は誰がしますか？手挙げてください。どうぞ。私はファムです。はい、ファムさん、こんにちは。はい。能美市はコロナウイルスの影響で3月から日本語教室を休みにしています。そこで学習者のために Facebook で日本語教室のグループを作り、オンラインで簡単な日本語の練習をしています。グループは現在53人の参加者がいます。また5月2日土曜日に初めてビデオトークを使っておしゃべりをしました。協会の日本語サポーターと学習者と全部で19人参加しました。最近の様子や家でする日本語の学習など様々な話題について話しました。皆さんは今日本語教室ありませんから、日本語忘れますか？忘れました。忘れました？自分で練習しますか？あまりしないですか？ダメです。たくさん練習してください。3杯。半分ぐらいだな。半分？じゃあ。ベトナム風のコーヒーの入れ方まで教えてもらいました。これぐらいかな。アンナさんどう？こんな感じ？これでいいか。とりあえず最初だから。今回は Facebook のメッセンジャーと Zoom を使い、時には同時に両方でお話をしました。久しぶりに互いに顔を見られて、日本語サポーターも学習者もみんな嬉しそうでした。